海上自衛隊とアメリカ海兵隊が2022年2月に大規模な軍事演習を実施したよ。単なる演習ではなく、そのレベルがかなり上がっているため、軍事関係者や軍事アナリストが驚いているらしいな。大陸国への牽制も含めたものなのかな？いい抑止力になりそうだね。そうだね。さて今回は、そんな海上自衛隊とアメリカ海兵隊の本気の演習に秘められた意味合いと、その演習を苦虫を潰して見守っている中国の動向について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回の演習は、アメリカ海兵隊とアメリカ海軍、そして海上自衛隊が合同で行っている演習の一つで、毎年定例で実施される演習の一つとなっているよ。2021年度の演習は、2022年2月3日から7日までの間、沖縄県宮古島市にある宮古海峡を中心に行われたものなんだ。主な演習の内容としては、中国への対処を念頭に置いているのか、小規模部隊を分散展開させる遠征前方基地作戦を中心とした演習となっており、宮古海峡付近では実際に部隊の展開する様子などと島民などが目視で確認できる状況であったこともわかっているみたい。今回の演習では、アメリカ本土に母港を置く強襲揚陸艦 SX やアメリカ海兵隊の即応部隊、第11海兵遠征部隊も参加し、その規模は1万人単位という定期的な演習としては異例の大人数での演習が行われたよ。また、演習にはリムパックなどのように名称が付けられるのが慣例なんだけど、今回の演習の名称はノーブルフュージョンと命名されているんだ。これは英語で気高い融合を意味しており、アメリカ海軍や海兵隊、そして日本の海上自衛隊などが融合することで、諸外国に同盟関係の強さをアピールすることや、実際に共同作戦を行うために必要なノウハウを有事に備えて獲得しておくことを意味した、名称ではないかと見られているようだね。演習に参加した艦艇なども、非常に実戦いろいろ濃く反映したものとなっていたんでしょ？そうだね。アメリカ海軍は、戦術した強襲揚陸艦 SX だけでなく、アメリカ海軍佐世保基地を母港としている強襲揚陸艦アメリカも同時に派遣しているよ。今回の演習では、アメリカ艦上にステルス戦闘機 F-35B や輸送機オスプレイが離着艦する訓練も同時に行われ、この時の上空警戒を海上自衛隊のイージス艦が担当するなど、実戦でも十分起こり得るシチュエーションで訓練が実施されているみたい。ちなみに、2022年になってからアメリカと日本の演習が相次いで実施されており、1月17日から22日にかけては南シナ海やフィリピン海で実施された合同演習では、アメリカ空母カール・ビンソンとエイブラハム・リンカーンが登場しているぜ。これらの2艦はもともと日本本土に存在するわけではなく、あえてこの演習のためだけのためにやってきたという事実があり、その事実は中国に対する強烈なアピールになったことは間違いないだろうな。実際、アメリカは日本とだけでなく、オーストラリアやインドなど、様々な国々と大規模な共同演習を実施していることから、訓練を繰り返すことで中国への抑止力として、各国との軍事的な関係をアピールする狙いがあると見られているようだね。海上自衛隊としても、中国に対する抑止力としてアメリカとの関係が重要であることは認識しているようだし、今回の演習について、山村博史海上幕僚長は訓練を通して海上自衛隊とアメリカ海軍による中国へ対する抑止力とし、また有事への対処能力の向上を図ることで、自由で開かれたインド太平洋の実現を達成したいとコメントしており、アメリカの意向を受けた優等生発言を繰り返しているよ。この発言で注目すべきは、本来日本の領海ではないインド太平洋を明言していることだな。これは日本、アメリカ、オーストラリア、そしてインドを加えたクアッドの範囲であることは明白だぜ。インド太平洋にまで自衛隊が活動範囲と認めるようなコメントに、早速一部の左翼系活動家などは自衛隊の海外派兵が常態化すると反論しているんだけど、日本の経済を支える原油の搬送ルートであるインド太平洋を守ることが日本の国益になることは間違いないんだ。もう少し何が国のためになるかを考えてほしい部分もあるよね。それじゃあもう少しノーブルフュージョンについて深掘りしてみるね。深掘りしてみると、意外な事実が見えてくるものだけど、今回の演習についても、アメリカの辛抱が見え隠れしていたんだ。それが何かっていうと、今回の演習には、2021年秋以降に佐世保や沖縄に寄港して、話題となっていたアメリカ海軍の最新鋭海上基地艦ミゲル・キースが参加していたことだよ。ミゲル・キースは、アメリカ海軍が世界で3隻保有する遠征洋上基地と呼ばれる艦船の1隻で、
全長はおよそ240メートル、ヘリコプターが発着できる航空基地の機能を持ち、軍事作戦の後方支援を担うための艦船として運営されているとされているんだ。ミゲル・キースは2021年5月に就役したばかりで、アメリカ海軍は今回のミゲル・キースの行動について自由で開かれたインド太平洋地域のために、横須賀を拠点とするアメリカ第7艦隊に初めて派遣し作戦能力の向上を図っていると述べているよ。実際、ノーブルフュージョンにはミゲル・キースも参加していることが確認でき、前線に小規模部隊を分散展開させる遠征前方基地作戦の実施のために、洋上における前線基地としての役割を確認したものと思われるね。この演習には、陸上自衛隊の離島防衛専門部隊として作られた水陸機動団も参加していて、この部隊は、長崎県佐世保市の相浦駐屯地を本拠とする部隊で、ノーブルフュージョンでは、ヘリコプターを用いてアメリカの強襲揚陸艦に乗艦する訓練も行われたみたい。ここまで見れば、アメリカと日本の双方が、中国に対して作戦能力を誇示しようとしていることが明白になっているよな。さて、そもそもノーブルフュージョンは中国に対してプレッシャーを与えるために行われた演習であることは、多くの人々が同意してくれる意見だと思うけど、実はこの演習には、中国の軍事戦略に対して真っ向から挑戦している側面も隠されているよ。中国軍の軍事戦略は接近阻止領域拒否であることは、2000年代より変わっていないよね。これは、敵国が自国の勢力圏に接近することを阻止する意味もあるんだけど、自国の勢力圏に影響を与える領域についても、敵国が優位になる状況を回避する、という目的もあるってわけ。尖閣諸島で例示すれば、尖閣諸島は当然中国の領土であるため接近阻止を是としているが、領域拒否のためには、尖閣諸島に影響を及ぼすことのできる南西諸島、沖縄本島、九州南部に対しても軍事的優位を確保することを目指す。これが中国の軍事戦略だな。この戦略を突き詰めると、領土を確保するたびに、その領土の隣接地域を安全保障上確保し続けなくてはならない。言い方を変えれば侵略を是とすることになるぜ。領土的野心を隠そうとしない隣国がいる以上、日本はこのまま指を加えて黙っているわけにはいかないよね。憲法9条があるから中国は侵略してこない、という夢物語は通用しないんだろうな。では、日本の領土を守るためには、中国にとって脅威となる県内に、同盟国アメリカをはじめとして積極的に抑止力としての軍事力を確保することしかないってわけなんだ。領土的野心を振りかざすと、それなりの代償を支払うことになるし、その代償が目に見えて具体的になればなるほど、中国も慎重な行動を迫られることは事実だよね。そんな大げさに中国を脅威として取り上げることが、戦争を呼び込むきっかけになるという人もいるんだろうけど、すでに中国の接近阻止領域拒否戦略は、実際の行動として現れているんだ。具体的な作戦プランとしては、台湾東方沖、南西諸島から九州南部までのいわゆる第一列島線を接近阻止ラインとして、このラインの内側で実施される中国軍の軍事作戦へのアメリカ軍の介入を、地上基地からの航空機やミサイルによって阻止する構想となっているよ。そして、伊豆諸島、小笠原諸島、マリアナ諸島を結ぶ第二列島線は領域拒否ラインとして、敵国のいかなる軍事力の行動をも抑止するための軍事行動を起こす、とされているんだ。日本の領土に勝手な線を引いて防衛する、とは腹立たしいことだけど、日本の独力で中国の軍事力に対抗はできないし、やはりアメリカとの日米安保体制を基本として対抗せざるを得ないだろうね。2021年には、第二列島線に空母遼寧を含む中国艦隊が西太平洋で訓練を実施するなど、すでに中国の行動が目に余る状態であった以上、アメリカそして日本は同様の対抗措置を講じることが不可欠だったわけ。ノーブルフュージョンは、アメリカにとって台湾周辺、南西諸島、沖縄近海、南シナ海における行動の安全を確保するために必要な示威行動であったんだ。そして自衛隊においても、宮古島以西の先島諸島に対艦ミサイル部隊の配置が進めるなど、さらなる防衛拠点の構築を急ピッチで進めなくてはならないよ。それが完成するまでの間、遠征用海上基地ミゲル・キースを後方支援基地として活用し、アメリカ海兵隊が先島諸島に急速展開、こうしてグアムを含むマリアナ諸島から南西諸島までの西太平洋の制海権と制空権を確保し、中国軍に対して有利に作戦を展開できるようにしておくことは必要不可欠なことだよね。南西諸島の最前線にある宮古島には久松を有志県消費があるんだけど、
これは日露戦争当時、宮古島島民が日本近海に姿を現したロシアバルチック艦隊を発見した際、通信施設がなかったため、島にいた5人の漁師が石垣島にこの事実を伝え、有益な情報として活用されたことで日露戦争の勝敗を決した、勇敢な行為を称えるために建立されたものと言われているんだ。宮古島の島民は、昔から国家を考え、先森の意識の高い人々が住む島だと、住民は誇りを持っていると言われているよ。目先に見える基地の賛成反対ばかりではなく、国は最低限必要な準備は何か、外交はどうするのかなど、地に足のついた現実的な議論を進めてほしい。現在の宮古島市市長はそのように語り、国を守ることそのものの意義と目的をしっかりと政府が持つべきだと言っているんだ。この言葉の意味を、今だからこそ噛み締める必要があるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。